カタニマロ。どうもこんにちは、弁当です。英語イディオム100個覚える最強の動画ということでやっていきます。本動画の作戦なんですが、わざと死ぬほど下手に発音します。その方が耳に残りやすいです。ということでやっていきましょう。 Think very of を見直す。 シンクベラオブを見直す。 Make light of〇〇のライトを作る。〇〇のライトを作るを軽んじる。メイライア。Beat about the bush。茂みの周りを叩く。遠回しに言う。Beat about the bush。プロネアーズ。空気の上に置く。プロネアーズ。気取る。プロンエアーズ。keep early hours。早い時間をキープする。早い時間をキープする。早寝早起きをする。keep early hours。keep early hours。keep early hours。think better of。シンクベラオブ。make light of。を軽んじる。メイライア。beat about the bush。遠回しに言う。beat about the bush。プロンエアーズ。気取る。プロンエアーズ。Keep early hours。 早寝早起きをする。 Keep early hours。 Hold his tongue。 彼の舌を保持する。黙る。 Hold his tongue。 Hold his tongue。 Ask a favor of。 に頼み事をする。 Ask a favor of。 〇〇の行為を頼む。 Ask a favor。 Set off。オフをセットする。を急に引き起こす。セロフ。まあ、セットとね、オフがね、なんかパーンっていう感じがするんで、急に引き起こす。オフってのはこういう風にね、離れていくっていうパーンって感じなんで、セット、オフ、パーン、急に引き起こすですね。プラップ。上の方に引く。ってことはそれを止めるってことですね。を止める。プラップ。Bring up。を育てる。Bring up。Hold his tongue。黙る。Hold his tongue。Ask a favor of。Ask a favor of。に頼み事をする。Set off。を急に引き起こす。セロフ。まあ、セロハンテープ、セロフ。プラップ。を止める。プラップ。Bring up。を育てる。Bring up。Come by。を偶然手に入れる。完売を偶然手に入れる。完売を偶然手に入れる。完売を偶然手に入れる。Long for。を絶望する。Long for。Abstain from。まあ、この stain あたりはなんかこう維持する感がありますよね。だからこれから離れた状態を維持するって感じなんで、を置き換える。Abstain from。Part from。Part from と分かれる。パワフロ。Consent to。Consent to。に同意する。Consent to。Consent to。完売を偶然手に入れる。Long for を絶望する。Abstain from を控える。Part from と分かれる。Consent to に同意する。これ、ですよ。are in doing 〇〇するという過ちを起こす。 are というのが過ちを起こすって意味で、 in doing というのは〇〇という点で、何々するという点で過ちを犯すなので、するという過ちを犯すということで、 are in doing。 contend with と戦う。 contend with。Contend with。Make up for の埋め合わせをする。Make up for の埋め合わせをする。Make up for。プラパート。に、宿泊する。に宿泊する。プラパート。プラパ。Live up to。何々に基づいて行動する。Live up to に基づいて行動する。Live up to。Live up to。Are in doing。〇〇するという過ちを犯す。Are in doing。Contend with。で、と戦う。Make up for の埋め合わせをする。Make up for。プラパート。プラパに宿泊する。プラパに宿泊する。Live up to。〇〇に基づいて行動する。Live up to。up to って何とかに依存してって意味ですよね。で、live が生きる。なので、何とかに依存して生きるので、〇〇に基づいて行動する。と覚えていただければいいと思います。
over, look over, look over を調べる。ルコバ、ルコバ、ルコバ。give out, give out, 尽きる。まあ、いいですかね。look over は、まあ、この紙とかの上をこう見るって感じなんで調べるってことですよね。で、give out は、こう、与えて与えて与えた状態でこれもアウトしたよっていう感じなんで、もうなんかこれ以上ないですよっていうので尽きるって感じです。で、figure out, figure out, figure out。まあ、figure ってなんか、姿って感じですよね。姿がなんか見えたっていう感じを持ってください。を理解する。わからんすけど。を理解する。figure out, figure out, figure out。work out, work out, work out。を解決する。ワークしきったよ。仕事しきったよ。働きかけきったよ。というので解決する。work out, work out, work out。look through, look through, look through。に目を通す。これはね、まあ、オーバーというよりもこんな感じですよね。こうトンネルみたいなのがあって、こう目を通すって感じです。でも、look through ですね。through, look through ですね。はい。ルコバを調べる。ルコバを調べる。ルコバを調べる。look over を調べる。give out, give out, give out に尽きる。ごめんなさい。尽きるですね。これ自動詞的に尽きる。give out, figure out, figure out を理解する。を理解する。figure out, work out, work out を解決する。を解決する。work out, work out。look through, look through に目を通す。look through, 目にと目を通す。once in a while, once in a while, once in a while。この in a while っていうのはこの while っていうのがしばらくの間、これ while ってしばらくの間ってね。で、それの in の中に1回だけですよ。だから、このワイルが何個かあって、これがアワイルでしょ。で、これがアワイルでしょ。で、これもアワイルでしょ。で、それぞれにつき1回っていう感じなので、時々っていう意味になります。ワンシナワイル、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 オンオケージョン、オンオケージョン。これ、オノケージョンズでもいいです。オノケージョンズでも OK。オノケージョンズ。オノケージョン、オノケージョン、オノケージョン、時々、オノケージョン、時々。アタイムズ、アタイムズ、時々。アタイムズ、アタイムズ、アタイムズ、アタイムズ。まあ、これはね、短いからね、覚えておくといいよ。で、インベイン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 、無駄に、インベイン、インベイン。このベインってのがね、無駄にっていう感じで、僕のイメージ、ベインっていうこの沼があって、この中に入っちゃったっていう感じなので、無駄にっていう感覚です。これも語源は定からない。インプリンシパル、インプリンシパル、in principle, in principle, 原則として in principle, in principle, in principle, 原則として in principle,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  once in a while, 時々 on occasion, on occasions, 時々 at times, 時々 in vain, in vain, 無駄に in principle, 原則として lose heart, lose heart, 落胆する。まあ、心を失って読んでる落胆する。loser,loser, loser, identify A with B, A を B とみなす。A をってのが大事ね。あくまでも目的語は A で。で、with B ってのは B とでしょ。だから B とに対応してますよね。なので、identify A with B ですね。という形です。で、apply oneself to, apply oneself to, apply っていうのはね、こういうのを、この鍵穴に当てはめるって感じなんですよね。こんな感じで鍵穴を当てはめるって感じなんで、こういうイメージです。apply っていうのは。で、oneself を、まあ、自分自身を、まあ、こう、鍵穴に刺してるので、なんとかに専念するっていう感じです。apply oneself to, come off, プランなどがうまくいく。come off, プランなどがうまくいく。come off, プランなどがうまくいく。come off, come off, プランなどがうまくいくかも。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 get along, 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 なんとか。で、まあ、ごめんなさい。get along で、仲良くやっていきますね。get along, 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 get along. loser, loser, 落胆する。lose heart, 落胆する。identify A with B, A を B とみなす。identify A with B, apply oneself to に専念する。apply oneself to, かも。プランなどがうまくいく。かも。get along, 仲良くやっていく。get along.Come along、やってくる。Come along、come along。さっきもやりましたが、get along は、仲良くやるって意味ですね。ここの違い重要です。で、wear out、wear out、wear out。まあ、着るっていうのはね、着るっていうのは、なんか、古すっていう感じなんですよね。なんか消耗させるってイメージがあります。服を着るっていうのは。だから、まあ、相手を消耗させるっていうので、を疲れさせる。wear out、wear 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 out、take after、なんとかに似ている。まあ、なんか、誰々の後を取る。誰々の後を取るので、まるまるに似ている。take after、take after、take after。まあ、父親とかに似てる場合とかによく使います。set about、set about、set about を始める。set about、set about、set about、セラバウ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 。あ、ちなみにさっきもやりましたが、これもセットオフというのがね、似てますから、急に起こるってことね。で、まあ、思い立ったって感じはありますかもね、セットに。で、ビフォロン、まあ、長くなる前にです。長くなる前に、まあ、間もなく、ビフォロン、ビフォロン。
on, come along, やってくる、wear out, を疲れさせる、take after, に似ている、set about, を始める、before long, 間もなく、in the long run, 長い目で見ると、in the long run、まあ、長い走りで見るとですね。で、deal with、まあ、この deal っていうのは、ね、対処するとか、まあ、扱うっていう感じなんですけど、で、with っていうのが〇〇と一緒にって感じでしょ。っていうの〇〇を処理するって感じです。deal、ちなみにこの L はね、音発音すると発音よく聞こえる。deal with、まあ、どうでもいいですけど、deal with、run out of、まあ、これはね、out of、まあ、使い果たした状態を走ってるって思ってください。out of っていうのはね、使い果たしてる感があります。なので、run out を、keep up with、〇〇についていく、keep up with、〇〇についていく、keep up with、out of order、この秩序から離れてるよってことで故障している、out of order、in the long run、長い目で見ると、in the long run、deal with を処理する、deal with、run out of を使い果たす、run out を、keep up with についていく、keep up with、out of order、故障している、out of order、turn out A、A になる、turn out、これがくるっとして、パーンとアウトしたら A がおったーって状態ですよね。make it to、〇〇に間に合う、make it to、make it、in common with、〇〇との共通点、in common with、〇〇との共通点、まあ、これを共通点と捉えて、〇〇との共通の中って感じですね。in common with、catch sight of、このサイトっていうのは視力っていう意味とかもありますよね。視力を確保する、何かちょっとちゃいますね。まあでもなんか見えてる状態、誰かが見えてる状態をキャッチするっていう状態なんで、catch sight of を見つける、lose sight of を見失う、turn out A になる、turn out、make it to に間に合う、in common with との共通点、in common with、catch sight of を見つける、catch sight of、lose sight of を見失う、lose sight of、be opposed to に反対している、be opposed to、他のちっちゃいのがいいですね。 be opposed to、 head for に向かう、 head ってのはこれ向かうって意味ですけど、 for が方向性を示しますよね。 head for、 be lacking in、 まあ、書いているって紹介ですよね。この being と tail 感がねマッチしてると思います。 be lacking in、 丸々に熱心だ。これはキーンというのが熱心だっていう意味で覚えておきましょう。be keen on。knock on wood。幸運を祈る。knock on wood。わからんけど、これ木を叩くことが幸運祈るっていう、なんかそういうやつだったらしい。でしょうね、多分きっと。be opposed to に反対している。head for に向かう。be lacking in を書いている。be keen on に熱心だ。knock on wood。幸運を祈る。have second thought。考えが変わった。第二の考えを持っています。だから考えが変わった。have second thought ですね。keep in touch。なんかこれ、タッチできる状態をキープしてるから連絡を取り合うのかなというふうに思っています。ちょっとわからないですけど、ね、keep in touch で連絡を取り合う。on the same page。お互い同じように理解してる。まあ、だから、we are on the same page。同じページにいるんで、同じように理解できてるよってことです。はい。on the same page。plan and to に終止符を打つ。まあ、an end をなんとかに置くって意味ですからね。plan and to。come of age、成人になる。このオブがなんかこう、あ、まあちょっとあんまり言うのやめとこう。成人になる。はい。come of age。come of age、成人になる。have second thought。考えが変わった。have second thought。keep in touch。連絡を取り合う。keep in touch。on the same page。お互い同じように理解している。on the same page。plan and to。に終止符を打つ。plan and to。come of age。成人になる。come of age。take it for granted。that ね、take it for granted that SV、 take it for granted、 まあ、ここら、まあ、ここはいいですけど、 take it for granted を覚えましょう。 take it for granted ということを当然と思う。 take it for granted。 この granted というのは当然のって意味ですね。だから for granted でなんか当然のっていうのは塊みたいな、そうですね。 take it for granted でということを当然と思う。 take charge of。
take charge を、これは覚えてください。を管理する。を管理する。take charge を、take charge を、take charge を管理する。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 take notice of、take notice of、まあ注目するですね。まあ notice っていうのはこれ注意を取るって感じです。take、なんだこれ、notice ですね。なんだこれ、あ、take pride in、take pride in、なんとかに誇りを持つ。take pride in、take pride in、take pride in、まあ誇りを丸々の中で取ってるって感じですね。come into existence、まあこれ being でもいいです。come into being か come into existence、生まれるですね。come into existence、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 まあ existence な状態になるって感じですね。take it for granted that、take it for granted ということを当然と思う。take it for granted と、take charge of、take charge of を管理する。take charge を、take charge を、take notice of、take notice of に注目する。take notice を、take notice を、take pride in、take pride in に誇りを持つ、に誇りを持つ。take pride in、take pride in、come into existence、come into existence、come into existence、生まれる、come into existence、come into existence、make believe、これデムの省略ですね。なのでこれ実は詞役から来てるんですけれども、make も believe も実はこれ動詞なんですね。で、なんとかのふりをする。だからこれ間違ってないんですね。なんか、これ、弁当さん間違ってないですかって言われるかもしれないんですけど、ゼムとか、アスとか、なんかこういう目的語ですね。刺激動詞の目的語の省略なので、そうなんですよ。うん。で、make believe, stand for, stand for, 表す、stand for, stand for。この for が等価交換の方ですね。等価交換。だから、〇〇の代わりに立ってるって感じなんで表すですよね。get over, get over, get over。この over という状態を回復した。なんかこう、病気はね、こう山のようなものなんですよ。この山のようなものを乗り越えたって感じでゲットオーバー回復する。on purpose、 意図的に。 on purpose、 purpose っていうのがまあ意図ですね。目的とか意図の上に乗っかってるので意図的に。で、 by mistake、 誤ってで、ミスによってなので誤って、ここは対義語なのでしっかりね。 by mistake、 make believe のふりをする。 make believe、 だからもう make と believe が出てきたらのふりをすると思ってください。stand for、 stand for、 表す。 get over、 get over、 get over、 回復する。 on purpose、 on purpose、 on purpose、 意図的に。 by mistake、 by mistake、 by mistake、 誤って、 by mistake。 make against、 make against に不利になる。 make against、 make against、 不利になる。 make away、 make away、 逃げ去る。 make away、 make an effort、 make an effort、 effort、 effort か、 make an effort、 make an effort、努力する。 make an effort、 make good、 make good、 これ難しいです。約束を果たすって意味です。約束を果たすとか成功するって意味があるんですね。成功する。 make good、 make good、 make no difference、 重要ではない、もう違いを一つも生み出さないってことなんで、重要ではないと。 make no difference、まあ、特に皆さん覚えてないのはこの辺かなというふうに思います。で、特段覚えにくいのがこれかなと。よろしいですかね。 make against に不利になる。 make against に不利になる。 make away、 逃げ去る。 make away、 逃げ去る。 make an effort、 make an effort、 努力する。 make good、 make good、 約束を果たす。 make no difference、 make no difference、 重要ではない。 be made up of、be made up of で構成されている。 be、 make a point of doing、 make a point of doing、 なんとかすることにしている。 make a point of doing、 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 going for、 going for に参加する。これ take part in と全く同じ意味ですね。 going for に参加する。 going for、 going for、 going for、 go off、 go off、 go off を煽る。 go off、 go through、 go through、 これは有名です。を経験する、を経験する。 go through を経験する。 be made up of、で構成されている。 be made up of で構成されている。Make a point of doing、 make a point of doing、することにしている。 Make a point of doing、 make a point of doing、 going for、 going for に参加する。 going for、 going for、 go off、 go off を煽る。 go、 go through、 go through を経験する。 go over を調べる。 go over、 go with に調和する。 go by、 時間が過ぎる。これパスバイと一緒ですね。Pass by、 まあ、時間が主語になることが多いので、まあ、この time ですね。time go by とか it go by みたいな感じで、で、まあ、それから three years go by、 went by みたいな感じで、で、go over ってのが、まあ、さっきも言ったその look over と同じですね。何か資料があって、これの目を通すって感じ。で、これがまあ、go over でも一緒ですよってことを言ってるわけですね。で、go with。go with ってのは、調和する。これ大丈夫ですね。with ってのが何とかと一緒に、何とかと一緒に行くので、に調和すると。go by。go by the book。まあ、これ、時間が過ぎるのちょっと違うバージョンですけれども、本の隣をなんか行く。本に従っていくなんて、規則に従う。規則に従う。go by the book。go by the book。go by the book。go about。go about を始める。go about。go about を始める。go about を始める。go over を調べる。go with に調和する。go by 過ぎる。go by the book 規則に従う。go about を始める。go over を調べる。go with に調和する。go by 時間が過ぎる。
go by the book 規則に従う go about を始める go wrong うまくいかない let go of から手を離す sit for 試験を受ける、まあ、これあの何とかのために座っているので試験受けですね run for 何とかに立候補する何とかのために走ってますよ自分で動いてますよに、まあ、立候補する count for だけの価値がある、count for だけの価値があるこの for はあれですね等価交換の for ですね go wrong うまくいかない、まあ、誤った感じでいくうまくいかない let go off まあだから、何とかから手を離す、sit for、試験を受ける run for に立候補する count for だけの価値がある layout 何とかの設計をする layout、の設計をする hang up 電話を切る hang up 電話を切る、bring out を出版する carry on を続ける carry out は知ってるんですけどみんなねキャリーアウトは実行するって意味なんですけれども、この続けるっていうこの音とね、結びつくと続けるっていう意味があるの、これ知らない人ですね。ピックアウトを選び出す。日本語ではピックアップが選ぶって感じになりますけど、ピックアップってのはあの車とか拾うっていう意味になりますので、英語はちょっと違います。ピックアウトで、日本語のピックアップと似たような意味になります。ピックアウトで、レイアウトこれ大丈夫ですかね。ハンガーアップはよく出てきます。レイアウトの設計をする。レイアウトの設計をする。ハンガーアップ電話を切る。bring out を出版する。パブリッシュと一緒ですね。bring out を出版する。パブリッシュ。bring out を出版する。carry on 続ける。pick out を選び出す。show off を見せびらかす。show off。cut off を遮る。break down 故障する。break out、これ戦争とか災害という悪いことが起きる。come about 起こる。come about、はい。show off ですね。さっきも言ったように見せる。しかもこれパンパーンっていう感じですから見せびらかす感じです。show off。cut off を遮る。カットしてパーンですから遮ってますよね。で、break down これ故障する。break down 故障する。break down 故障する。break out、戦争災害などが起こる。break out、まあ、break、まあ、壊れてパーンですからね。で、故障するというのは壊れてシューンですから故障している。壊れてパーンだから悪いことが起きている。違いわかりますよね。で、 come about これは起こるですね。はい、come about って思いましょう。で、2周目ちょっと軽くいきます。時間ないんで think better of を見直す。 make light of を軽んじる。Beat about the bush 遠回しに言う。 Put on airs 気取る。 Keep early hours 早寝早起きをする。 Hold his tongue、黙る。 Ask a favor of に頼み事をする。 Set off を急に引き起こす。 Pull up を止める。 Bring up を育てる。 Come by を偶然手に入れる。 Long for を絶望する。 Abstain from を控える。 Part from と分かれる。 Consent to に同意する。 Are in doing 何かするという過ちを犯す。 Content with と戦う。 Make up for の埋め合わせをする。 Pull up、に宿泊する。 Pull up live up to、何とかにもついて行動する。Look over を調べる。 Give out 尽きる。 Figure out を理解する。 Work out を解決する。 Look through に目を通す。 Once in a while 時々。 On occasion 時々。 On occasions 時々。 At times 時々。 In vain 無駄に。 In principle、原則として。 Lose heart、落胆する。 Identify A with B A を B とみなす。 Apply oneself to 何とかに専念する。 Come off プランなどがうまくいく。 Get along Come along やってくる。 Wear out 疲れさせる。 Take after に似ている。 Set about を始める。 Before long 間もなく。 In the long run 長い目で見ると。 Deal withを処理する。 run out of を使い果たす。 keep up with についていく。 out of order 故障している。 turn out A になる。 make it to に間に合う。 in common with との共通点。 catch sight of を見つける。 lose sight of 見失う。 be opposed to に反対している。 head for に向かう。 be lacking in を書いている。 be keen on に熱心だ。 knock on wood 幸運を祈る。Have second thought 考えが変わった。 Keep in touch、連絡を取り合う。 On the same page お互い同じように理解している。 Put an end to に終止符を打つ。 Come of age 成人になる。 Take it for granted that SV ということを当然と思う。 Take charge of を管理する。 Take notice of に注目する。 Take pride in に誇りを持つ。 Come into existence 生まれる。 Make believe のふりをする。 Stand for 表す。 Get over 回復する。 On purpose 意図的に。 By mistake 誤って。 Make against に不利になる。 Make away 逃げ去る。 Make an effort 努力する。 Make good約束を果たす。 make no difference 重要ではない。 be made up of で構成されている。 make a point of doing go なんか、ね、going for なんか、ね、make a point of doing なんかすることにしている。 going for に参加する。 go off を煽る。 go through を経験する。 go over を調べる。 go with に調和する。 go by 時間が過ぎる。Go by the book 規則に従う。 Go about を始める。 Go wrong うまくいかない。 Let go of から手を離す。 Sit for 試験を受ける。 Run for に立候補する。 Count for だけの価値がある。 Lay out の設計をする。 Hang up 電話を切る。 Bring out を出版する。 Carry on を続ける。 Pick out を選び出す。 Show off を見せびらかす。 Cut off を遮る。 Break down 故障する。 Break out 戦争災害などが起きる。 Come about 起こる。ということでね、ここまでやってまいりました。非常に長い動画だったと思いますけれども、この動画を3回見れば必ず覚えられます。で、まあ2、3回見た上でどうしてもなんかこの10単語ぐらい覚えてないなってのがあれば、それは書いて覚えてください。じゃあ終わりましょう。